古来より様々な用途に用いられ歴史を紡いできた弓。日本では縄文時代に狩猟の道具として誕生し、以降神聖な儀式における宝として、あるいは戦うための武器として、時代の中でその役割を変えてきた。鉄砲の伝来により一つの役目を終えた後も、武士は心身を鍛錬するための武道として弓をたしなみ、それが弓を通じて心技体を鍛えることを真の目的とした現代の弓道へと発展した。弓は元来竹などの自然素材で作られてきたが、現代では人工素材を用いた安価な弓が多く、伝統的な竹弓を作る職人は数少ない。弓を作る職人を弓師という。ここにいるのが若き弓師、柴田宗弘、27歳。宗弘さんは多くの日本文化を生み出した京都で伝統ある京弓を作る柴田勘十郎弓店の長男。京弓の起源は戦国時代、武将織田信長の生まれた1534年に弓師の柴田勘十郎によって作られたとされる。くしくも本能寺の変で攻め入った明智光秀の軍勢に向かって信長の引いた弓が柴田の弓だったという言い伝えもある。柴田家には500年にわたり京弓の技法と由緒ある弓師の名が伝承されている。そして宗弘さんの師匠であり父親こそが21代目柴田勘十郎だ。その腕は弓道の競技用としてはもちろん、数々の文化財である弓の複製を依頼されるなど高い評価を受ける。宗弘さんは幼い頃から父の姿を見て将来弓師になることを意識し、23歳の時正式に勘十郎氏の弟子となった。まあ、ちっちゃい時遊びがてらやったらもう竹をね削るぐらいしかやってなかったんで、まあでもそれを他のことでもっと繊細なのもあるんで、まあ全然考えてたよりはものにするのは時間かかるなと思いますね。今でもそうやしね、やっぱり。作っていうようなプレッシャーみたいなものって感じますか？それ感じますよ。それはどう感じますかって言われても言葉に出せないぐらい感じますよ。それは感じます。繋がれてきた伝統を守る、その計り知れない重圧を力に変え、宗弘さんは前へと進む。和弓と呼ばれる日本の弓は標準で全長7尺3寸、2メートル以上にもなる世界最大の弓だ。種類は薩摩弓、京弓、尾州弓、江戸弓の4つに大別される。細くて見た目にも美しい京弓を師匠はこう語る。無駄なとこを削ぎ落として、やっぱり優雅に力強く作ろうとすると、やっぱりこういう風な華奢な感じに見えんやけども、いざ手に取って使ってみると手強いという。しかしその華奢で力強いだけに、その扱いにくいのは扱いにくいんです。弓のことをよく理解して、そのしっかり弓と対峙して使わないとなかなか使いこなせないんじゃないかなという。弓と鶴だけで矢を射る和弓はただでさえ的に当てることが難しい。京弓の扱いはさらに困難だというが、それを操る喜びは他に代えがたく、柴田の弓を求める愛好家は後を絶たない。京弓の主な材料は真竹。硬く丈夫になるよう長い月日をかけ乾燥させる。寒暖の差が激しい京都の竹は繊維密度が高く、硬くて粘りがあり弓にはとても適している。この竹が独特な曲線と強い反発力を持つ弓へと生まれ変わる。情緒あふれる京の都。この町には戦国時代より500年もの歴史を誇る
京弓がある。その伝統を今につなぐ若者、弓師柴田宗弘。京弓は代々柴田勘十郎の名のもとに作られる。その21代目が宗弘さんの父だ。大体一つ一つの工程が僕よりはものすごい丁寧にするし、なりを見てここがもう少しこうなった方がいいん違うかなっていうのは僕よりははるかにもう見る目が違うんで。由緒ある弓師の名を継ぐ父を師匠とし、自らもその名を継げるような技術を身につけるべく宗弘さんは奮闘する。弓の構造は一見単純なようだが、断面を見るといくつもの材料が組み合わさっているのがわかる。大きくは3層に分かれており、真ん中の中打ちという芯を内だけと戸だけで挟んでいる。中打ちの材料は両側に弓に欠かせない強い反発力を持つハゼの木、隣に竹を焦がし軽さと強さを出したもの、中心には竹と異なる性質のさまざまな木を組み合わせる。竹のみではなく多くの材料を合わせることで弓は成り立っているのだ。まずは内側の内竹を炙る。焼いて硬くすることで竹の縮もうとする力を高める。一方外側の戸竹は伸びる力や弾力の強さが必要なので炙らない。材料が揃うと両側の竹と中打ちを削る。この時弓の強さに応じて厚みを調整しなければならない。強さとは弓を引く力のことで、中打ちと竹を合わせた厚みや幅で決まるが、わずか1ミリの差で引く力は5キロも変わるという。そのため正確さが求められる。重ねた時の厚みを確かめながら慎重に削る。厚みが整った。ここから弓に命を宿していく。弓の独特な姿は主に5つの曲線で構成されており、直線は一つもない。それぞれの反発力の強弱が釣り合って初めて弓の性能を引き出すことができる。この複雑で繊細な形が弓師の手で生み出される。これから行うのは竹に曲線をつける弓打ち。職人の特徴や技量が最も現れるというが、どのような方法で曲線を描くのだろうか。3つの材料を貼り合わせると同時に弓打ちが始まる。工房に緊張感が漂う。傷をつけないための当て木とつるをかける部分の板をつけ、全体に等間隔になるよう麻縄を巻く。隣で師匠が時を待つ。手にしたのは竹で作られたくさび。宗弘さんが縄を巻き終えるとすぐさま師匠の手が動く。このあと21代まで続く弓師の技が光る。京都の柴田勘十郎弓店には戦国時代より500年もの間伝承される京弓がある。その技術を習得し後継者となるべく励むのが弓師柴田宗弘。
彼が師匠と仰ぐのは父親の21代目柴田勘十郎だ。今行われているのは3つの材料を貼り合わせ形を生み出す弓打ち。まっすぐの竹を一体どのように曲げるのか。麻縄を巻きつけた竹、そこにくさびを引っ掛けて打ち込む。圧縮して締めながら反りをつけていく。接着剤が固まるまでに形を作らなければならず、かけられる時間はわずか15分ほど。瞬時の判断で100本以上ものくさびの場所、打ちつける強さを調整する。わずかな時間の中、師匠が巧みに竹を操る。宗弘さんも後に続く。師匠から盗んだ技と自らの勘を頼りに思い描く姿を手に伝える。作業を終えた師匠が見守る。ちょっと足りんか。足りてる。ちょっとここで足りてん。足りてる。なんか足りんよ、もうだって自分であげたらええやん。足りてるで。間違いは許されないが、迷っている余裕もない。5つの曲線すべてが調和するよう、限られた時間の中、持てる力を出し切る。上からそっともうちょっと上へ石立てた方がいい。そう師匠と弟子の弓が並ぶ。100本以上ものくさびを打ち込まれたその姿はまるで竜のよう。宗弘さんの手応えは。まだ結構行儀悪いですかね、僕杭打ったら。杭の揃いが僕あんまり、ここきれいに揃ってるじゃないですか、言ったらまっすぐ、ここサイドがね、僕の結構バラバラなんですよ。こっちから見たら杭がこっち向いたりこっち向いたりあっち向いたりこっち向いたり。本当はまっすぐ揃ってる、まっすぐ揃ってる方が綺麗ね。あ、もうひねってくるんでね。それで最初まっすぐ打ててへんからどっちかにこう寄っていってるってことですよね。それを今から打ち直しても意味がない。意味がないです。形が完璧こう全部打ってからもうどっかここをあっちゃこっちゃいじく出すともうむちゃくちゃになってくる。まだ師匠には及ばないが、一打一打が宗弘さんの糧となる。その夜、いただきます。宗弘さんは二人の子供を持ち一家を支える父親でもある。家族の元へ戻ると張り詰めていた表情が和らぐ。普段は割と面白いこと言ったりとかそういう感じなんで、仕事の時はやっぱりスイッチが入って、お仕事場からここ入ってくると普段の感じで、また向こう行くともう全然違いますね。伝統を自身とその次の代までつなぐことのできるよう宗弘さんは努力を重ねる。そしていよいよその成果が現れる。戦国時代より受け継がれてきた京都の京弓、その技術は今も次の世代を担う若者へと受け継がれている。弓師柴田宗弘、由緒ある弓師の名を継ぐ21代目柴田勘十郎は父であり師匠でもある。
今弓の形を作る重要な工程弓打ちを終え完成の時が近づく。弓打ちの翌日、錆を外す。まっすぐだった竹がしっかりと曲線を描いている。ところがこれはまだ向きが逆だという。絶妙な加減で反らせた弓をなんと今度は逆の方向に反り返らせ鶴をかける。そうすることで矢を飛ばす大きな反発力が生まれ、5つの曲線は初めて生きる。弓打ちでは反対に反った時の姿を想像しながら形を作っていたのだ。鶴をかける前に最後の調整、針台で曲線のわずかな強弱を加減する。わあ、まだ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 。初めて鶴をかける際、弓は強烈に反発し、時には反り返した瞬間に折れることもあり、危険も伴う。自然素材ゆえその動きは熟練の職人でも知り尽くせないが、弓の変化を想像し念入りに調整する。もうあとめんじゃん。いよいよその時。ちょっとちょっと引いて一寸引け。はい、うん、どうすな、目つけ悪いな、あかん、なたたたたたた。弓のきしむ音に注意を払いながら鶴をかける。慎重に針台から外す。もうそれでまだ気は抜けない。霜が強いな。霜強いから霜早く踏め。もう前にまずいちょっと持って。弓が今にも反り返りそうになり言うことを聞かない。足で踏み形を覚えさせる。そこ、はい、かろうか、はい、はい、ちょっと待って、はい、貸せ。師匠自ら手直しをする。最後は自分の手で。あ、これじゃ、危ねえ。緊張から解放され思わず本音が。一番勝負のところなので、その代わりものすごい怖いんですけど、もう豆腐みたいに柔らかいんですよ今。思ったよりだから、もう足跡がついてしまうんですよ、ボコッと。どこが悪いんかが分かんなかったんです初め。だから今やったら分かるんですよ、どこが悪いか。なんとなくね。でもまだなんとなくですけどね。間違いが分かることも大きな一歩。師匠の力を借りたものの、宗弘さんの作った弓は見事なしなりを見せている。そのまま数ヶ月癖をつけた後に形を安定させるため数千本も射込みながら整え、ようやく完成の日を迎える。役割を変えながらも脈々と受け継がれる弓、共に伝承された偉大な職人の名は時に重荷にもなりかねないが、宗弘さんは重圧を跳ね返し矢のように突き進む。いつかその名が自身のものとなる日を信じて、明日への扉を開けまた一歩夢に近づく。